第一作品目のキャラクターたちがだいぶ充実してきましたね。トランスフォーム、おー、見事にトランスフォーム。これがロボットモードです。全身がねフルアクション仕様となっているんで、かっこいいポーズを取らせることができます。ウォーターファの秘密基地、ウォーターファの秘密基地、トランスフォーマー。動画をご覧の皆さん、こんにちは、ウォーターファです。今日紹介するのはこれだ。トランスフォーマーマスターピースムービーシリーズ MPM13 ディセプティコンブラックアウトだ。おー、全国のガンゲロー集結せよ。今日はねこれで僕と一緒に遊びましょう。ご存知のない方もどうぞ最後まで見てください。ブラックアウト、これは劇場版の第一作品目に登場し、一番最初に劇中にね登場したトランスフォーマーです。これテストに出ますね。ビークルモードは MH53 ペイブローというね軍用ヘリ、これが完全変形しロボットモードになるわけですね。パッケージの背面、劇中でも印象的だったサソリ型のトランスフォーマースコルポノックもちゃんと付属していますね。ビークルモードではここにマウントできたりとかしますね。あっけーろ、あっけーろ、じゃん。中はロボットモードになっていて、この紙の中に武装とかスコルポノックが入っています。というわけでまずはビークルモードからじっくり見ていこう。じゃん、これがブラックアウトビークルモード。でかでかいです。大人の僕が手で持ってこんな感じですね。デザインをちゃんとね完璧に再現しています。近くから見ていきましょう。まずは正面、こんな感じで各部のプリントもねちゃんとありますね。 4500X、 それからディセプティコンのマークもよーく見るとねここにありますね。ウィンドウの部分はクリアパーツが中心となっていて、やっぱりここ質感がいいですね。光沢感があります。全体は基本的にツヤが抑えられていて、このコントラストがいい感じですね。それから横の部分、こういったちょっとヘリが邪魔、このプロペラ邪魔だなこういったところの造形も非常に細かいです。こんな感じですね。プロペラ、うん、ちょっとこれ後で回す。とにかくでかいですね。ところどころにこういったパーツとかもあったりとかするんだけど、こういったところに部分塗装が施されています。こんな感じ。ちなみにスタジオシリーズでもこのブラックアウトは発売されていて、それも傑作で非常にいい感じなんだよね。なんだけどこっちの方がやっぱり造形はね見事だなという感じですね。後ろの部分、テールローター、ここもねちゃんと回ります。こんな感じですね。それからここによく見るとねブラックアウトと書いてありますね。こんな感じで、このスタジオシリーズと決定的に違うところは裏がねちゃんとパーツがあって、後で比較するとわかるんだけど、ここの部分もちゃんとパーツになってるっていうところがすごいなと思いますね。まあ、とにかくビークルモードの再現度は高い。ここ回してみようか。ここま、これもう扇風機みたいな感じになりますね。すごいボリュームがあります。こんな感じ。手動でよく回ります。ごめん、今、外れちゃったんだけど。うん、全体はこんな感じですね。それから、付属品、エフェクトパーツになっています。で、これはね、軟質です。2種類とも造形が違うという感じで、これは近年のトランスフォーマーおなじみの武装に、このように取り付けることができます。ちなみに、この部分も別パーツとなっていて、武器ですね。同じ造形のものが2つ付属しています。取り付ける位置はここです。あとはね、底面にはちゃんと3箇所にコロがあって、ヘリコプターなんだけど、コロ走行ができます。男は黙ってコロ走行。ずしっとね、重い感じがいいですね。さあ、それから、この後ろの部分。ここがハッチになっていて、このようにね、ロックを外すと開きます。で、この中にね、そうです。スコルポノックがいると。これはちゃんと中で、こうね、ロック、ピンがあってね、接続されています。これも小さいながら非常によくできていますね。収納状態になってて、各部稼働します。尻尾。これね、ピンがあって、ピンを外して、こうやって、ここの部分もね、稼働します。こうやって起こしてあげるような感じですね。ここの付け根はボールジョイントになっているので、角度を変えて、頭部を起こして、みたいな、ちょっと変形ギミックがあるところがいいですね。このボールジョイント。これで、こんな感じでね、角度を変えてあげれば、じゃん!このようになりますね。小さいながら非常によくできています。
で、ボディの部分がダイキャストになっていて、小ぶりなんだけども程よい、重量感があります。こういうミニメカいいですね。これがアメリカのね、兵士たちを苦しめましたね。スコルポノックはこんな感じ。ちゃんと軍用ヘリのね、ギミックらしく、ここが開くところがいいですね。ここにロックがあって、押し込むとピタッとこう吸い付くようにね、ロックされます。さあ、そしたら比較いきましょう。スタジオシリーズのブラックアウトですね。スタジオシリーズの方が一回りぐらい小さい感じです。で、さっきお見せしたね、この裏側。ここにね、外装のパーツが全然ないんですね。手で持ってみると、やっぱりね、重量感も全然違う。という感じ。ディセプティコン、集結せよ。同じマスターピースムービーですね。スタースクリーム、メガトロンにバリケード。今回のブラックアウトが、まあ一番大きいことは確かであると思うんだけど、メガトロンもそこそこでかいですね。っていうか、全部がでかい。続々登場、MPM シリーズ。といった感じで、オートボットも全部並べてみました。第1作品目のキャラクターたちが、だいぶ充実してきましたね。ビークルモードの遊び方や比較はこんな感じ。さあお待たせ、ブラックアウトをロボットモードに変形させよう。いきます、トランスフォー。今回のブラックアウト、オタファテクニカルレベルズバリ7。とにかく工程が多いです。鬼のパタパタ変形ですね。パタパタフォーマーです。というわけで、まあ、じっくり解説していくっていうよりはもう工程を見てもらう方が早いかなと思いますね。ところどころもちろんね、解説していきます。それではね、ゆっくり行きましょう。まずは、ここの部分を反転。で、もう一回下ろすと。そしたら、これ一つ一つがくっついています。こういう感じでね、引っ張って外してあげます。よいしょ。結構ね、がっちりくっつく。で、多少柔らかいプラスチックなんで、こんな感じでガッてやって大丈夫です。全部外れると、これがね、取れます。これね、武器になります。さあ、そしたらね、こっから行きましょう。まずは、こういう感じでね、スタジオシリーズみたいにこう固めておきます。レビュー中、これがね、とにかく、僕たちの動きを邪魔します。というわけで行きましょうか。まずは後ろから。カメラはね、ちょっとしょっちゅう切り替えたりするの。大変かも。そういう作業があるかと思うんだけど、ご了承ください。これ畳んで、少しずらして、これがね、倒れます。倒れて、ここでね、接続されます。こういう感じですね。こう。そしたら、この小さいやつを後ろに畳んだら、今度はね、正面行きましょう。で、やりやすさ重視で行きます。これ途中まで開いておく。そしたら、ここに指を入れると、こういう感じでね、分割します。結構開いとくとやりやすい。この中央部分ですね。中央部分はピンがあります。2箇所のピンを外したら、角度を変えながら、中に軸があるんで、起こして角度を変えながら、上に飛び越えさせる。こういう感じですね。角度が変わります。反対側も同様、飛び越えさせて、こうですね。このようになります。さあ、そしたら、機種周りですね。ここら辺かなり複雑です。この中央部分を引っ張る。引っ張ったら左右を開く。結構ね、上に持ち上がります。こうやって持ち上げたら、ここにウィンドウがあるんですね。このウィンドウのパーツを奥に押し込む。反対側も同様。ちょっと見えないからね、ごめんね。反対側は。こんな感じでね、押し込んであげます。したらば、ここちょっと開いて、ここも上に開きます。上に持ち上げたら折りたたむ。こう。で、これもスタジオシリーズおなじみのやつなんだけど、こうグッと押してあげると、頭部が出てくるってやつですね。こっちから見てみましょうか。せーの。グッと。これでね、出てきますね。そしたら、ランディングギアがここにあるんだけど、まあ、これと共に一緒にこう巻き込んであげるという感じですね。そしたら、この開いてた、このパーツを下に下ろすという感じですね。レビュー中、これ動いてる可能性が高いです。ここにね、ピントが合っちゃうんで、ちょっとずらしながらやってきます。こんな感じですね。さあ、次。今度はね、ここら辺行きましょう。
まずこのサイドの部分、こことここにロックがあるんで、グッと引っ張る。そうするとね、これが外れます。反対側も同様。こうですね。そしたらね、今度は上と下を分けるような感じですね。簡単にやるやり方は、ここにロックがあって、ちょっと外にたわましてあげる。と、形が一気に崩れるから、前後がね、分割しやすいです。で、この下側を動かすって感じで、一回ここで上下をね、反転します。上下反転でね、いきますからね。ふぅ、なんかこう、マグロの解体やってるみたいな。物がでかいんでね。うん。そしてこの中に入ってるもの全部出す。こういう、この付け根でね、これがロックされてます。グッと。これごと。よいしょ。こうやってね、出します。そしたら、このブロックを中心に、これを、こういう感じでね、曲げます。よいしょ、待ってね、硬い。こうです。さあ、そしたら、足の変形ですね。左右を分割。こうですね。ちょっと開いとくとやりやすいです。片側ずつ、ゆっくり行きましょう。これを畳んで、これをね、折りたたむと、こことここにロックがあります。折りたたんで、ロック。したら内側にロック回転、そしたら外側、これとあとこれですね、これを開いておきます。ここまで来たら足の付け根で角度を変えます。そうするとね、これがつま先です。つま先を起こす、細かい部分を変形させます。ここつま先、かかと。で、これがランディングギア。内側に入れます。そしたら、この外にある側が、この中でね、ぐるーっと回って、内側に入ってきます。そしたら、上に持ち上げると、ロックがここでかかります。こういう感じですね。そしたらね、ちょっともう一回まで、ちょっとわかりやすく。これを、こっち側に倒しておくと。で、最終的には取り足にするんだけど、今の時点では、これでいいかなと思う。あら、ごめんね。引っかかってるとこ違う。うん、こう。こういう感じになります。これで片足の変形完了。どう？なかなかの鬼パタですね。こういう感じになります。というわけで反対側も、どんどん行こうか。反対側もほぼ同様。行きましょう。畳んで回転、ワンクリック開いて、これがかかとになるわけですね、足首になるわけですね。で、細かい部分を変形させていくと、で、これがランディングギアですね。ここまで来たら、横向いてるのを正面に向けると。そしたら、この外の側を後ろに持っていく。反対側に持っていくと。で、これが上に来て、ここでロックして、このパーツを密着させると。まあ、こういう感じになります。ちょっと、よいしょ。どう？結構すごいね、うん。あ、ごめん。ここはね、結局開いててもね、もうこれだけ物がでかいから、閉じちゃうけどね、一応。開いておきましょう。こういう感じになって、ちょっとね、足っぽくなってるのが分かるかなと思います。よいしょ、ちょっと立たしておきましょう。そしたらフロントスカート、このパーツですね、これをで回転させて、そしたらここを開く。これもね、最終的にいじってると開いちゃう、動いちゃうかもしれないんだけど、こういう風にして、であとこの中央部分も押し込むと中に入ります。こういう感じになるわけですね。そしたらここの部分と、ここですね。これを見えなかったかな。これを接続すると。よいしょ。ちょっと見えない。ちょっと待ってよ。あ、動いちゃう。よいしょ。入ったかな。入りました。
よいしょ。ちょっと一回体勢立て直していい？よいしょ。うん。今ここまで来ましたね。さあ、そしたらね、ちょっと、これは変形とは関係ないんだけど、一回この子をさ、ちょっとスタンドにしていい？ちょっとスタンドにしますね。うん。体勢を維持できない。さあ、そしたら今度は腕の変形いきましょう。ちょっと上の方がいいかな。これが腕になります。ゆっくりいきます。まずこれを畳む。これちょっと外側に開くと、こうやってね、いきます。そしたらこれがね、片手で失礼。こうやって内側に入ります。そしたらね、このパーツを外に出す。よいしょ。で、このパーツがね、左右でくっついてるんで、こうやって離してあげると、このパーツ自体が、こうやってね、取れて、で、これが腕になると。で、これ肩です。で、これ、フレームでつなちょっと待って、ちょっと待ってよ。やりづらい。今、この後ろの塊ずっと押さえながらやってたのさ。めっちゃやりづらいのね。うん。まあ、この長いのが、こう縮まるというわけですね。コンパクトになります。そしたら、胴体との接続ジョイントがここにあるんですね。で、これが、ここにキー。で、ここのスリットは、このパーツですね。これ今平らになってるんだけど、起こして、中のヒンジをこうやって上に上げると、こう上に来てるの分かるかな。こうなってたのが、まあ、こうグッとね、上に行きます。で、これまだ固定されてないから、まあ、ここで、固定するという感じです。で、これ見えないんだけど、やってる時見えないからね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってください。見えないんだよな。ちょっと待ってね。まあ、楽しく行きましょう。行った、うん。このように固定してから押し込むと。カチッとね、止まります。ここでね、しっかり固定されてます。さあ、肩はこれで完了。で、今度は腕。今度行きましょう。これを畳む。再び開く。そうすると中に腕が入っていると。この辺を詰めかけにしてあげるといいですね。外に向けて、で、カバー閉じて、これ回転すると。こういう感じです。これで片腕の変形完了。なかなかの鬼パターじゃない？どんどん行こう、どんどん行こう。畳む。畳む。ちょっと見えてないと思うけどね。どんどんやらせてください。左右分離させて。うん。だから、何？今僕ゆっくりやってるけど、普通に変形慣れた人は、ごくごく普通にやればこういう感じでね、いけると思います。ちょっと待ってね。よいしょ。ですね。いい意味でね、マスターピースらしい鬼パタだなと思うんだけど。僕は好きですね。よいしょ。で、こうなるでしょ。で、これをくっつけると。ちょっと待ってね。よいしょ。見えないんだよな。ちょっと待ってね。一段起こして、で、これ乗っけて、ゆっくり。ちょっと待ってね。見えないんだよ、これ。よいしょ。で、押し込むと。はい、いった。これで。これでね、いろいろめっちゃくちゃやってたけど、だいたいボディできてきた。どう？いつの間にか、ロボットの形になってきましたね。さあ、そしたらこれですね。これらの、めっちゃ長いやつをコンパクトにしていくというやつですね。まず、僕流なんだけど、この中にね、フレームがあるんですね。このパーツ自体をこう持って、掴んで、グッて、外側に出してあげるような感じですね。せーの。よいしょ。うん。これで出てきます。出したら、今度はね、これを折りたたむと。こう。反対側にもあります。こう。こう。で、ちょっと待ってよ。よし。ちょっとこれ難易度高いな。撮影の難易度高いな。ちょっと待ってくださいね。ここを変形させるんだけど、まず、手元、目の前の手元をグッと折りたたむと、連動してここがちょっと飛び出るんですね。これができる、飛び出たら、
これがねこうやって折りたためるようになるんです。で1段折りたたむ。でここまで来たら開いてください。あ、反転してください。ちょっと待って、よいしょ。そしたら、あ、今度はねここ外側を折りたたむ。こうでこのパーツはこうでいいです。これロールするんでね、先に端を折りたたんでからこうやってやってください。ここまで切ったら、ここをね折りたたちょっと待ってね、言い訳じゃないんだけど、こいつを抑えながらこれをどかしながら常にバランスを保てる、これ難易度高えな。ちょっと待ってくださいね。でも僕個人的にはすげえ楽しんでやってます。これでねブロックができるんです。こういう感じになってます。そしたら本体との接続ジョイントがここにある、これを出してあげて、まあこれをね、いろいろここでねちょっと干渉するんだけど、まあ中に入れてあげると。で見えなくなっちゃうから先に説明すると、どこにあったっけな、あ、これですね、これこの四角いポッチ、これがここにはまりますっていうのと、あとこれがね、ここにこれです、これに引っかかると。まあ、ちょっといろいろガチャガチャやってると思ってください。で、見えないんだけど、まあ、オタホはそれを一生懸命やろうとしているということをご理解ください。多少干渉します、これ、飛び越えるとき。ね。で、飛び越えさせて、この中に入れて、まずは、ここの、ここですね。見えてないと思うんだけど、グッと。せーの。ちょっと待ってね。うん。はい、行きました。引っかかっ、うん。うわ、これプロペラで。ピントも合わねえし見えてるかな、うん。まあ、ロックがかかってるんですね。そしたら、あ、さっき言ってた、あ、これですね、もうほぼうまくいってるんだけど、ちょっと見えづらいと思うんだけど、ここと、あ、見えない、ちょっと待ってね、あ、はまったはまった、うん、こうですね。で、今度はねここにスリットがあります。で、このフィンのところにね、これがピタッとはまります。まあ、これ、なんていうのかな、しっかりしたロックじゃなくて、定位置的な感じでね、うん、こうやってはまります。そしたら、長かったんだけどさ、これを下ろすという感じになります。ちなみに、この中央部分のところに、スコルポノック君をね、収納状態のやつをね、ここにセットすることができます。これしとくと、綺麗に3つ、このプロペラがね、こういう感じになります。さあ、もうラストスパートです。ラストスパートです。長かったですね、ここまでね。まずは、ここ、中途半端に開いてたんで、しっかりと元に戻すという感じですね。こう。すごい細かいんだけど。よいしょ。で、この機銃を、このようにし、で、ここね、閉じちゃってたから、あとこう開くと。で、最後にね、取り足にすると。1、2、3、4。まあどんな感じでもいいんだけど、自分が触りやすい、覚えやすいやつでね、左右をこう合わせてください。で、形整えて、あとは大丈夫かな。あ、そうだ、取り外したね武器をここに取り付けられます。これで OK かな。ちょっと最後にチェックさせてください。あ、そうだ、一番最後に大事な工程忘れてた。これだ。これを、これにね、折りたたんでください。設定っぽくやると、ちょっと開いている方がいいかなと、僕個人的には思いますね。こんな感じで開いてあげれば。変形完了！ブラックアウト！ロボットモードだ！おー、見事にトランスフォーム。これがロボットモードです。あー、プロポーションすごいいいですね。大きさは、頭の高さで、あ、ごめん。一番高いところまでで約29センチ。かなりボリュームがあります。正面。それから横。横から見てもボリューミーですね。そして、後ろ。背面にスコルポノックをね、きちんと収納することができます。さっきビークルモードの時がおおよそ50センチあったんですね。結構コンパクトになったんだけど、こう、よりなんていうのかな、こう、ミチッとした感じとなっていますね。早速近くでじっくり見ていこう。まずは頭部。頭部の造形もすごい細かいですね。そしてかっこいい。で、目の部分は赤い
ちょっと奥まってるんだけど、赤い塗装が施されていますね。アクセントカラーにイエローなんかもあったりします。胸部全体的にロボットモードで見えるこのグレーの、グレーというかガンメタの部分はウェザリングが施されていますね。で、ここはギミックがあって、このように展開することによってこう重心の部分が出てきます。で、ここにねエフェクトパーツを取り付けることもできます。上半身こんな感じで、それからね下半身、意外と足首が結構でかいんだなという感じがします。あと特徴的な鳥足、こういったところもちゃんと再現されていますね。足の部分もウェザリングが施されていますね。で、ダイキャストパーツはここの部分、これがダイキャストと、あとは足首のここですね、ここら辺の下半身を中心にダイキャストパーツが使用されているという感じですね。頭頂部の部分はこんな感じですね。これ確か電波妨害するジャミング機能があるやつじゃなかったかな。米軍のカタール基地をね、このブラックアウトが殲滅したわけです。全体的に情報量が多くてすごくいいですね。可動範囲も見ていきましょう。頭部このように全く問題なく上下、あと左右に可動します。それから腕、横にも開くし、前に動かすときはクリックが効いていますね。ここにロールがあって、肘、あとは手首、ここねちゃんと回る。スタジオシリーズの時って角度がこういう限定だったんだけどね、結構細かく動きます。あとは指はね全部で3本ですね。この親指に当たる部分と、あとはねここがそれぞれ軸で稼働します。それからスカートをどかすと、腰回り、ここでねロールできます。ちなみに今外で雨がめちゃくちゃ降ってて、雷もバンバン鳴ってるんでご了承ください。うん、しっかりとしたクリックが効いていますね。で、あとさっき変形でお見せした通り、ここら辺はかなり細かくクリックで稼働します。保持力も抜群といった感じですね。それから足首、左右前後ロールがあります。それからメインローターから取り外したこの武装、これはここの軸を使って拳パーツの裏側のここに穴が開いています。ここにこのようにね取り付けることができます。各部を動かしてアクション。全身がねフルアクション仕様となっているんで、かっこいいポーズを取らせることができます。重心のバランスも非常に良好、しっかりとね足が設置しています。こうして見ると情報量、あと密度感が非常に高くて、こう見てるだけでうっとりしますね。それから胸部の展開した機銃にエフェクトパーツをね取り付けることもできます。あとはスコルポノックですね。これは市販のジョイントがセットできる穴がちょうど開いているので、このようにねセットすることができますね。こう射出されてこんな感じでね一緒に戦うようなね場面も再現できます。さあ、そしたら最後は比較いこう。まずはガンダム、でかやっぱりでかいですね。29センチは伊達じゃない。スタジオシリーズ一緒に並べるとこんな感じ。これもリーダークラスでそこそこ大きいはずなんだけど、今回の MPM と比べるとやっぱ二回りぐらい大きさが違うことがわかるかと思います。最初 MPM の発表があった時、いやスタジオシリーズあるからいらないでしょうって思ったぐらい、これは本当に素晴らしいものなんだけど、それでもやっぱり今回の MPM と比べると、なんていうのかな、スタジオシリーズがおもちゃに見えてしまうぐらい、この MPM の完成度が高いなぁと思いました。まあ、外見だけではなく、変形パターンだったりとか、側のまとめ方だったり、なんていうのかな、こう、結構ごちゃごちゃしてるんだけど、非常にスッキリしてる部分もあったりとかするんだよね。このスタジオシリーズは割と側が、結構ね大きく残ってたりとかするんだけど、その辺のまとめ方が MPM は素晴らしいなと思いましたね、といった感じ。あ、言うの忘れた。違うんだよ母ちゃん、ディセプティコン集結せよ。こう見ると大きさ的にはやはりメガトロンが一番大きいんだけど、引けを取らないぐらいブラックアウトもね大きいことがわかるかと思います。オプティマスプライムとバンブルビー、ちょっとこの辺で並べるとこんな感じで、オプティマスプライムよりちょっと大きいか、全体的にブラックアウトが一回り大きいという感じですね。じゃん、全部並べてみました。いいですね、オートボットとディセプティコン。トランスフォーマーは1体だけでも十分魅力があるんだけど、こうやってずらーっと並べた時にね本当に進化を発揮するみたいな魅力がやっぱありますね。一通りの遊び方はこんな感じ。というわけで今回のトランスフォーマーマスターピースムービーシリーズ、ディセプティコンブラックアウトのレビュー、いかがだったでしょうか。こう一緒に楽しんでもらえたなら本当に嬉しく思います。
自分は率直なところ、まあ、ディセプティコンの中だったらこの、うん、今回の4体の中で一番気に入っていますね。総合的に一番気に入ってるかなと思います。あの今後ねタカラトミーさんで発売予定があります。気になった方ぜひゲットしてみてください。今回の動画面白かったな、楽しかった、参考になったという方、チャンネル登録と熱い高評価どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あとはねどんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたまでしょう。またねー。ガンリアの秘訣せよ、ミッションを繰り出せよ、変形が値憧れてた夢のトランスフォーム、ワタファの秘密基地。